第3代、リーズ公爵ペレグリン・ハイド・オズボーンは、イングランド貴族。第2代、リーズ公爵ペレグリン・オズボーンとブリジット・ハイドの次男。1711年から1712年まで、ダンビー伯爵の1712年から1729年まで、カーマー全公爵の儀礼称号を使用した。第2代、リーズ公爵ペレグリン・オズボーンと、妻、 ブリジと第2代順弾尺サートマス・ハイドの娘の次男として1691年11月11日に生まれ12月10日にハートフォードシャーのノース・ミムズで洗礼を受けた1713年1月29日、繰上げ直所により存命中の父からキバートンのオズボーン弾尺を継承したグレートブリテン貴族院ではトーリー島に所属した 1729年6月25日に父が死去するとリーズ公爵位を継承。1730年1月13日にリーズ公爵として貴族院議員に就任した。1731年5月9日に死去、ハートヒルで埋葬された。1712年12月16日、エリザベス・ハーレーと結婚、一難を設けたが、三軸で死亡した。 1719年9月17日、アン・シーマーと再婚したが、アンも三軸で死亡した。1725年4月9日、ジュリアナ・ヘレと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。リーズ公爵の死後、ジュリアナは1732年10月7日に、第二代ポートモア伯爵、チャールズ・コリアーと再婚したが、1761年の、 ジョージ3世戴冠式では、リーズ公爵未亡人として出席しようとしたが拒否され、ポートモア伯爵夫人としての出席のみ認められた。ありがとうございます。